こんにちは。こんばんは。霊夢です。マリサです。毎月恒例のチャンピオンズミーティング決勝始まるよ。距離1600無のマイルだな。2ヶ月前のレオアイと同じやね。マイル適正のカレンちゃん育てたで。グループ B ならまた勝てるやろ。新シナリオの青春杯で育てると、強い馬娘が作りやすいから普通に負けるかも。はい。今回も1位目指していこう。これからキャラ紹介していくので興味ない方は2分11秒に飛んじゃってください。カレンちゃんをマイルと先行オスにしたぞ。やるな、スピードカンストでパワースは優秀だけど。固有スキルがレベル1なのが残念すぎる。しかも賢さ400ってバカだな、わら。バカの方が可愛いやん。次はウォッカ。カレンちゃんより賢い。固有スキルがレベル4なのがいいね。刺し馬はパワーが重要だから。パワーは最低1000は欲しいところ。きっとマイル適正数でカバーしていくよ。だといいな。次は富士奇跡。微妙じゃない？こんな馬娘より他にいい馬娘おったやろ、わら。男っぽい馬娘の方がカレンちゃんが際立つやん。なるほど、よくわからん。そんなこんなでレース始まるけど、わしの馬娘の人気順位が悲惨すぎて泣きそう。カレンちゃん9位とか走る前から終わってるやん、わら。7、8、9位独占はくさ。カレンちゃん、大丈夫。カレンちゃんならやってくれる。このシナリオの青春杯で上振れ育成されたキャラが強いわな。このウォッカ、スピードス、パワース、賢さしはやばすぎ、わら。レイネの育てた馬娘は全部バカだもんな、わら。レースは魔物が住んでるから、カレンちゃん可愛いから。はいはい。しかしこの馬娘には勝てないな。強いて言うならスタミナが足りない可能性があるから、ワンチャン。栄冠をつかむのはどの馬娘か。バルブ杯決勝。このレース最も人気を集めているのは2冠馬娘5番ウォッカ1番人気です。2番人気を紹介しましょう。グランプリ馬娘グラスワンダー注目の2大スプリント覇者カレンちゃん2枠2番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。カレンちゃん可愛い音符。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはマルゼンスグラスワンダー富士奇跡5番ウォッカ現在最高峰。はたまた狙い通りか。直線勝負にかけているんでしょう。終盤に期待です。マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はグラスワンダー内から入れられた。外から富士奇跡輝くライスシャトルカレンちゃん並びかけてきた。そしてそのうち9番ウォッカあとはアグネスデジタル2馬身離れて5番ウォッカマルゼンスキー先頭を進みますがこれは正解でしょうか。マルゼンスキー彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負最後の直線に持ち込めた5番ウォッカまだ抑えたままだ。カレンちゃん前を狙っているぞ。5番ウォッカ外で足を止めています。さあ誰が最初に仕掛けるのか。外から攻めるのは9番ウォッカ。さあ連覇した2側の舞台はこれから坂があるコメさんですか。ウォッカの固有スキル発動した。いくぜマルゼンスキー苦しいけど粘っている。10番ウォッカすごい足上がってきた。10番ウォッカ抜き出した。10番ウォッカ助けてゴール。勝ったのは9番ウォッカ。最後のレースを見事に勝ち最後マルゼンスキーは下に紛れか2着マルゼンスキー3着に入ったのは5番ウォッカ。ウォッカの位置取りが良くて、最後差し切った感じかな。
2位から4位は強い馬娘だったね。レースには魔物が住んでたわ。礼を言わねえとな。早速報酬もらおうと。ジュエル1200個やったー。買ったのでライブ見ようぜー。ライブはいいよね。響けファンファーレ、届けゴールまで、輝く未来を君と見たいから。駆け出したらきっと始まるストーリー、いつでも近くにあるから、手を伸ばせばもっと掴めるグローリー、一番目指してレッツチャレンジ、加速してゆこう。勝利の女神も夢中にさせるよ、スペシャルな明日へつながるメイクデビュー。響けば視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。またねー。